どうもねっちもです。ということでですね、今回はスラーク初心者のね、自分がミラーボレアスをね、討伐できたねスラーク装備をね、紹介していきたいと思います。こちらのスラーク装備なんですけれども、なんと生産装備で作れるんですよね。それにですね、構成を見ますと分かるんですけれども、生存特化ですね、最後のね、第3段階第2段階のね、青いブレスですかね、即死ブレスのね、回避するためのね、生存特化型スラーク装備になっております。ということでね、早速装備紹介いきます。まずですね、こちらはアルバトリオンのスラーク、ブラックハーベスト。カスタム強化に回心熱強化1、回復能力強1、属性状態上強化1がついてますね。それに、頭は、エンプレス、胴が EX ゴールドルナ、それに腕がエンプレス、腰もエンプレス、足がゴールドルナですね。それに達人の五石4に、隠れ身の装1回、不動の装1回を着ております。装備スキルの方は見切り7、精霊の加護5、整備5、体力増強3、超回心3、弱点特攻3、破壊王3、爆破属性強化1、強化持続1、腹痛1、攻撃手2ですね。こちらの攻撃手には装衣にね、2ずつ振ってますので、装衣着用時は2になりますね。スキルの方のね、シリーズスキルは炎気流、炎飛流ですかね、の神髄、こちら整備極意ですね。それに精霊の加護極意ですね、金火流ですね。それに加えましてですね、スキルの方の説明なんですけれども、精霊の加護5はね、もちろんね、生存特化でね、死なないようにするためですね。整備5でも分かると思うんですけれども、不動やね、転身を着ながらね、着回しながらね、相手のね、頭に、スラークで張り付いてね、属性解放でね、相手の頭を破壊しようというね、構成になっております。破壊音もついてるのでね、不屈がついてるのは、もしもね、死んだ時にね、攻撃力ね、防御力をね、共に上げてくるのでね、つけております。強化持続の方が1なのは、構成上入れなかったのと、スラークね、初心者の自分では、強化持続ね、3で精霊の加護ね、3にした構成もやってみたんですけれども、結構死んじゃったんですよね。スラーク初心者の自分としては、精霊の加護ね、5で、強化持続1でね、こっちの構成の方がね、結構生き残ることができたんでね、どうしてもね、スラークのね、動きがね、本当に上手い人じゃないと、結構ね、ブレスとか尻尾のね、回転とかに当たるとね、即死しちゃう場合も多いので、今回はね、強化持続、見逃しがたいんですけどね、スラークだと見逃しがたいんですけれども、まあ、相手のね、火力も高いということでね、完全攻略というまではいかないですけれども、生存特化のね、必ず討伐するということでね、精霊の加護ね、5をつけさせていただきました。装飾品の方の紹介いきます。ブラックハーベストには、逆境と銃撃、それに防具の方に板撃、体力、長身、銃撃、整備、長身、達人、長身、加護、加護、達人2、銃撃、紅葉、加護、報酬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 となっておりますね。こちらは、レア12が達人玉ですね。こちらは配布とね、ストーリークリアでもらえたので問題はないと思いますね。それに板撃体力が一番レアリティが高いですね。その他は銃撃整備やね、紅葉加護といったね、形になっております。最終形態のブレスの威力を弱めるには頭部の破壊が有効。さあ、こちらのね、スラークの使い方なんですけれども、非常に簡単ですね。こうやってミラボレアスがいたら、まずね、こうやって、装衣を着てあげて、隙を見つけたらね、こうやって無視はできますね。で、これでゲージ溜まりましたね。これもダメージ軽減のね、おかげで助かってますからね。ゲージが、左上のね、ゲージが溜まりましたら、とにかくね、頭に張り付いて属性解放好きを当てていくといった形になりますね。属性解放好きのね、回復力が高いですからね、こうやってほぼ全開まで回復させてくれます。これをね、ゲージがある限り続けていくといった形ですね。こんな感じ。
感じで属性解放好きをね何度も当てていくと、だいたいね1回に3回からね、うまくいけば4回ぐらいこの装備で待てられますね。でまたゲージがなくなったなと思ったら、こうやってね溜めてあげて、だいたいこのね一撃で溜まりますからね、この連撃で溜まるので、こうやってねブレスの合間かなんかにね、頭にパンパンやると非常にねいいと思います。こんな風にこれをねひたすら繰り返すとね討伐まで完了するので非常にね早いと思います。この時はチャンスですね。相手の頭が固定しているので、こんな感じで属性解放時期はバンバン当たりますね。こんな感じ、いけー。でもダメージ軽減で助けてくれましたね、ありがとう。ダメージ軽減、この軽減がねいいんですよね。またそしたらパン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 やると、これをね永久的に頭が壊れるまで繰り返すんですね。でまたなくなったらこう溜めると、オッケー、溜まった。溜まりも早いですからね。で例えばね死んだ時なんかはこんな風にして不屈がしっかり発動してくれますね。これであとはね不屈の乗った攻撃力でねどんどん相手の頭にねパンパンして頭の部位破壊を目指して、最終ステージで、ブレスのね威力を1段階下げて即死を免れるっていう感じですかね。最後までね自分はね頭を狙い続けて討伐できましたね。弱点にやっぱり一番攻撃できるので非常にね適した武器だと思います。ということでですね、今回の動画はここまでとなります。今後もねモンスターハンターワールドアイスボーの動画の投稿を続けていこうと思いますので、よろしかったらご覧ください。チャンネル登録やいいねもお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。